総会が行われたグアテマラシティの会議場。第119次 IOC 総会は2007年7月にグアテマラの首都グアテマラシティで開催された国際オリンピック委員会総会である。この総会では2014年冬季オリンピックの開催地を決める投票などが行われた。総会の開催地にはグアテマラのグアテマラシティ、南アフリカのダーバン、 デンマークのコペンハーゲンが立候補していた。2004年8月にアテネで行われた第116次 IOC 総会において57票を獲得したグアテマラシティが開催地に選ばれた。2014年に行われる第21回冬季オリンピックの開催地を決める投票が行われた。立候補していたのはロシアのソチ、韓国のピョンチャン、 オーストリアのザルツブルクの3都市。総会での最終プレゼンテーションには、ロシアからは、ウラジミール・プーチン大統領が登壇して、英語で演説を行い、韓国からはノムヒョン大統領が登壇して、演説を行うなど、後にこの総会から、オリンピック招致には、国家元首クラスの人物によって、招致を推し進めることが必要不可欠となった。事実。 2016年夏季オリンピック開催地に選ばれたリオデジャネイロの招致演説にはブラジルのルイスイナシオルーラ・ラダ・シルバ大統領が登壇し2018年冬季オリンピック開催地に選ばれたピョンチャンの招致演説には韓国のリアキヒロ大統領が登壇している最終プレゼンテーションの後 IOC 委員によって投票が行われ措置が開催地に選ばれた 前回2010年大会に立候補して、バンクーバーとの接戦で敗れていたピョンチャンが1回目の投票でトップに立ったものの、そチちとの決戦投票で逆転され、敗れた。投票結果は以下の通り。総会において、ジャック・ロゲ会長が、青少年にもオリンピックを体験させようと提案し、IOC 委員もこれを了承して、ユースオリンピックが創設された。 ユースオリンピックは14歳から18歳までの青少年が参加する大会で、オリンピックと同じく夏季大会と冬季大会がそれぞれ4年に一度開かれる。ユースオリンピックの目玉は競技だけで、く選手同士の文化交流やオリンピック選手による講演会、ハンドオピング教育などといった文化、教育プログラムも同時に行われる。第一回夏季大会が二0 1年に、 シンガポールで開催され、第1回冬季大会は2012年にオーストリアのインスブルックで開催された。ありがとうございます。